クラウドコンピューティング。クラウドコンピューティングはインターネットなどのコンピュータネットワークを経由してコンピュータ資源をサービスの形で提供する利用形態である。略してクラウドと呼ばれることも多く、クラウドとは英語で雲を意味する。クラウドコンピューティングの用語が最初に使用されたのは1996年コンパックの社内資料と言われている。クラウド、 雲に類似した図形は1977年 a r p ネットや1981年 c s ネットでコンピュータ機器のネットワークを表すものとして使用されており、両者は後にインターネットに発展した。クラウドの用語はインターネットのメタファーとして使用されてきている。また、クラウドの用語は1993年分散コンピューティングの分野でも使わされていた。 従来のオンプレミスによる情報システムに対して本携帯ではユーザーがインターネットなどのネットワークを経由して各種のコンピューティングサービスを受けるユーザー側に必要なものは最低限の接続環境とパーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアントそしてサービス利用料金である実際に処理の大半を実行するコンピュータ群サーバー ストレージ等はサービス提供事業者側のデータセンター内に設置されており、それらの資産管理や運用保守などはサービス提供事業者側実施する。この形態で提供されるサービスをクラウドコンピューティングサービス、または単にクラウドサービスという。そのサービス事業者をクラウドサービスプロバイダー、または単にクラウドプロバイダーとも呼ぶ。 なお、ネットワークがよりデバイスに近い場合のサービスを、フォグコンピューティングや、エッジコンピューティングという。エッジは、ネットワークの外縁であり、コンテンツデリバリネットワーク事業において、ユーザーのアクセスに対して圧戦される最寄りの、ミラーサーバーが、典型例である。アメリカ国立標準技術研究所は、以下のように説明する。フルクラウド方式であれば、 端末とインターネット接続環境が用意されていれば、よく、社内 IT 設備を簡素化することが可能になる。したがって、機動力のある中小企業を中心に、軽量ノート PC からクラウド上の業務システムに接続して業務を行う方法を選択し、社内 IT 設備を簡素化する企業が急速に増加中である。クラウドコンピューティングの 提供するサービスの種類による分類には以下がある。クラウドコンピューティングの配置形態、デプロイによる分類には以下がある。クラウドコンピューティングの実現のために内部的に使用されている主な技術には以下がある。ネットワーク経由のコンピュータ資源利用自体は1950年代のコンピュータ黎明期より行われており、基本的には新しい技術ではない。 従来からの例や用語には、メインフレームを使用したネットワーク経由の時間単位の、計算サービス提供、付加価値通信網、あるいはアプリケーションサービスプロバイダネットワークコンピューティング、ユーティリティコンピューティング、SAS などが存在する。しかし2000年代以降に、クラウドコンピューティングと呼ばれる用語やサービス形態が普及した背景には、 インターネット及びインターネット関連技術の発展、各種標準化の進展、高速、低価格化などがあり、またプロバイダ側では、オープンソース技術の普及による特定メーカー制約の少ないサーバーやソフトウェアの利用、各種、各レベルの仮想化技術によるコンピューティング資源の共有と、各利用者に応じた柔軟な提供の実現などがある。 またプロバイダによっては利用者の要件に応じ、インターネット経由ではなく、専用線接続、仮想化ではなく、ベアメタル、物理サーバー単位の提供、独自技術の提供、クオリティオブサービスなど、実績サービスレベルに応じた、サービス料金体系なども採用、または併用し、差別化を行っている。大規模なプロバイダーは巨大なデータセンターを世界に、 複数拠点設置して高速線で接続することにより災害対策など可用性の向上を実現し多国籍企業などの利用者企業は直近のアクセスポイントに接続すればよく自前の国際回線が不要となるなどの付加価値も提供しているクラウドコンピューティングの用語を最初に使用したのは2006年 Google CEO のエリック・シュメットによる発言だとされ Google App e ン,ンや Amazon EC2 などが登場した2006年か2008年頃にかけて普及した。しかし、コンピュータ処理をネットワーク経由でサービスの形で提供するという形態自体は従来より存在している。1960年代からのタイムシェアリングシステムなどのデータセンター利用、中の仮想化環境をリモートからネットワーク経由で共有し、重量性、または 定額制でサービスとして課金する1980年代の1991年頃からのインターネットをベースとした ASP、さらには SAS などである。一般的にはこのうち主にパッケージソフトウェアの利用を提供するものを SAS と呼ばれるようになってきた。歴史的なコンピュータの利用形態の変遷は以下とも言われている。SAS の用語が一般化した。 以降の年表を下に示す。クラウドコンピューティングに類似する概念や用語は従来より多く、単なる用語の言い換えやバズワードであるという主張も多い。2008年4月3マイクロシステムズの CEO、ジョナサン・シュワルツは、クラウドとは、ネットワークコンピューティングを新しい言葉で言い換えたものだと発言した。2008年9月、オラクルの CEO であるラリー・エリソンは、 すでに我々が行っていることで、宣伝文句が変わっただけと批判した。なんだかよくわからないが業界トレンドらしいから、というだけの読んどころで、経営陣が主導して推進する企業も多く、現場技術者を振り回している、との主張もある。これに対し、クラウドコンピューティングは、従来の概念とは異なり、大規模インフラの活用機会が、個人や小規模グループにも開かれたもので、 社会変革につながる可能性もあるとの見解もある。クラウドコンピューティングはシステム構成の観点では、ネットワークコンピューティングプロバイダーの観点では、アプリケーションサービスプロバイダー、ソフトウェア提供形態の観点では、サス課金方法の観点では、ユーティリティコンピューティングであるシステムやサービスを利用者の視点から、クラウド、雲と呼称したものとも考えられる。 既存の類似用語には以下が挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。